こんにちは、A スタイルです。 A スタイルは私 A が気になっている情報を大人女子の目線でご紹介します。さて、私は今韓国旅行に来ています。韓国の一大年末カウントダウンイベントに参加するためジョンガク駅に来ました。ここジョンガク駅の近くにポシンガという場所があり、そこで毎年カウントダウンイベントがあるそうです。韓国はもともと旧正月のお祝いがメインで、年末年始はそれほど盛り上がりを見せないようなのですが、ポシンガではカウントダウン前からミュージシャンがコンサートをしたり、カウントダウン後に鐘を鳴らしたり、盛大に花火が上がるそうです。私は宿泊しているホテルから少し遠いものの徒歩圏内だったことと、いろいろな国のカウントダウンがどんなものなのか見たかったので来ることにしました。ネットでリサーチしてもこのイベントの情報があまりなかったため、旅行中何人かの韓国の方に聞いたところ、テレビ中継もされるかなり大きいイベントだよと教えてくれました。ジョンガク駅4番出口がイベント会場のポシンガに近い出口です。長時間ソウルの真冬の極寒の夜にさらされるのは厳しいと思い、ジョンガク駅にゆっくりと行ったのですが、4番出口はすでに封鎖されていました。7番か9番出口から出てくださいとのことなので、私たちは9番出口から出ることにしました。わー、すごい人。地下鉄の構内からすでに多くの人はいたのですが、日じゃないぐらいにたくさんいる。カウントダウンへの期待が高まります。道いっぱいに人がいるので、もうこれ以上前に進むことができません。どのくらい先まで人がいるのかも全くわかりません。音楽や花火の音はここからでも聞こえるだろうと、ポシンガへ行くのは諦めて、この場所でカウントダウンすることにしました。私たちが来た時よりもさらに人が増えました。設置されているモニターから音は聞こえるのですが、ざわついているので音楽なのかよくわかりません。コンサートの音楽を少しでも聴けたらと思っていたのですが、難しそうです。ミラーボールのような照明がビルを照らし、警察の方が動き始めました。気分が高まります。みんなカウントダウンとその後の盛大な花火を撮ろうと携帯で撮影し始めました。私も携帯の準備 OK です。一度消えていたミラーボールがまたビルを照らし始めました。いよいよです。そろそろカウントダウンが始まるはず。その瞬間をカメラに収めようと静かに待ちます。ん？みんな帰り始めた？今何時？過ぎてる？え、カウントダウンは？花火は？何が起こったのか結局わかることはありませんでした。
少しでも気分を上げようと、この近隣にあるチョンゲチョンの夜景スポットに寄って帰ることにしました。こうして私の年越しは終わりました。多くの方が集まっていたので、イベントはやっていたと思うのですが、そんなに距離は離れていないのに、花火や鐘の音は全く聞こえず、花火は上がったのか、鐘は鳴ったのか、そもそもイベントはあったのか、今となっては調べる術もありません。これから韓国のカウントダウンイベントに参加される方は、今回の私の失敗を参考にしていただければと思います。この動画が面白かったと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録お願いします。それじゃあまたね。バイバイ。